東京五輪卓球混合ダブルス準々決勝、水谷隼、伊藤美誠4、11から8、5から11、3から11、11から3、9から11、11から8、16から14、3、フランチェスカ、ソルヤ、ドイツ、25日、東京体育館。卓球の混合ダブルス準々決勝で、水谷隼、木下グループ、伊藤美誠、スターツ組は、ドイツのパトリック・フランチェスカ、ペトリッサ・ソルヤ組、ドイツに4から3で競り勝ち、準決勝に進出。メダルに王手をかけて、25日夜に台湾組と対戦する。水谷、伊藤組は、相手のパワーの前に苦しみ接戦となる展開。3から3となった。最終第7ゲームでは先に5点を連取されるなど、2から9と追い込まれる苦しい展開から10から10に追いつき、7度のマッチポイントをしのぐなど、驚異の粘りを見せ、最後は伊藤のサーブを相手が大きくミス。試合が終わると、伊藤も涙を流して喜んだ。水谷は、まだメダルを取っていないのに、ここまで追い詰められて、土俵際に立たされて、諦めない気持ちが、この勝利につながったと思いますと激闘を振り返った。伊藤も水谷選手とだから勝てたな、とすごい感じました。諦めない気持ち、声も一本一本かけてくれましたし、水谷選手と一緒に組めたから勝てたと思いましたと感謝した。伊藤にとって相手のソルヤとは5年前のリオデジャネイロ五輪女子団体準決勝で対戦し、苦い経験があった。伊藤はシングルス、福原愛と組んだダブルスで共にフルゲームの末に敗れた。特にシングルスでは最終ゲームで9から3とリードしながら、そこから7連続失点を喫し、大逆転負け。相手に思い切って来られて、最後は何も考えることができなかった。勝敗もそこで決まってしまったと悔し涙を流していた。5年の時を経て、大逆転でリベンジを果たし、新種目でのメダル獲得に近づいた。準決勝は午後9時から台湾ペアと対戦する。金メダルを目指して一生懸命練習してきたので、次も絶対勝ちたいです、と水谷。伊藤もメダルという頭もあるけど、勝ったらメダルがついてくるという気持ちで、あとは楽しんで勝ちたいですと意気込んだ。